昨日旭川市を訪れた TOKIO の城島茂さんは、特殊詐欺の被害防止を呼びかける警察庁特別防犯支援官を委嘱されています。道内の特殊詐欺の被害額は先月末までにおよそ11億4000万円と去年の同じ時期の5倍以上となっていて、過去最悪のペースで増加しています。自分は絶対大丈夫というふうに過信しないことがまず第一ですね。固定電話にかかってくることが多いと言われているので、まず対策の方法としましては、留守番機能付き電話を自宅に設置する。また城島さんは、困ったときはシャープ 9110 に相談してほしいと呼びかけています。